毎度おなじみ離島からのトラクマを一気に診断、開催が、ね、中距離に移りまして1周目が、ね短距離戦の CBC 賞が組まれています。高橋トラクマンとですね鈴木翔太トラクマンとお話をしていこうと思うんですが、はい、じゃあまずはアウィルアウェイから、はい、販路でね、この中間も追われてるんですけど、2歳の時からそうなんですけどね、800m しかない販路でも力んでしまうっていうところがあるのがこの馬の特徴なので、短距離のねこの 1200m の、ね、レースっていうのはいいでしょうし、調教でもね力むとかあってもそれでもラストまでね脚力を衰えることなく、しかもかなりねフットワークというかね書き込みがね力強いので、潜在能力っていうのはねかなりありますから、うまく折り合って運べればね、コバ今後の重傷でもね爆発するね末脚は十分感じられる調教でしたね。精神面がねさらに上向いてくればね、ひと夏越してね秋にも期待はしたいと思いますね。はい、はい、で次にね、次にというかね、この中で一番いいのはやはりね、アレス・バローズ、連覇がかかりますけど、早めからね、だいぶ入球してね、やってるんですけど、戻ってきた時からね、1ハロン、11秒台、軽馬なりでね、しかも出して、特にね、注目したいのはね、この角田厩舎っていうのはね、大体開場してから40分ぐらい経ってからやるんですけど、その間にね、200頭ぐらい追い切るわけですよ。なので、その、1日のうちの一番もう時計が出にくい時間と言っても過言じゃないと、東のコンディションが悪いですね、はい、なんですよ。で、僕ね調べたんですけどね、その6月ね7日ですかね、一番ね、13日ですかね、11秒7出して、かなりすごい優秀な時計っていうのを調べて、これね確かもうそれこそ170番目ぐらいに登板してる馬で、2位の馬が12秒0だったんですよ、早いの。それが17番目とか、もうほんまに序盤、開場して直後の馬がやはりその12秒0とか出せるにもかかわらず、アレス・バローズはさらにというか、かなり遅い時間に、しかもその日1頭だけ11秒台っていう、足を使ってるので、このね、時計がね、どれだけすごいかっていうのはね、時計も早いんですけど、さらにそれより評価してもいいんじゃないかっていう。時計で冬場よりね前足の、ね、出っていうのもねかなりいいので、夏ね多分このまま合うんでしょうね、その柔らかさが出てきてるので、ここ投手のね、直前の追い切りっていうのはちょっとね緩めのラップなんでね力むとかあったんですけど、その辺がねレースに、うまく出なければ今年もね連覇はかなり濃厚なんじゃないかといういい意味でここ狙いに来た敵かなと思います。もう中間の段階でかなりのレベルまで来てるっていうかね、やっぱ調教の段階で加速ラップ踏める馬なんで、そういう意味で直線の長い中距離コースの 1200m っていうのは合いますよね、間違いなくやっぱりこの、ここで結果を残してるっていうのが、すごくよく分かるなっていうのはあるんですけどね、もちろん体調面もうすごく上がってきてる感じがありますしね、結構有力どころではかなり順調に来てる馬と言えますね、あとは何かありますか。はあとね販路で販路が中心ですからね、結構ねほぼほぼ多いんですけど、もう一個取り上げるのはラインスピリットですかね。そのね時計はそんなに目立たないというか、一ハローもちょっとどうしてもね鈍ってしまうところあるんですけど、その去年ぐらいからかそのかなりねその簡単に言うと一生懸命走るっていうところがあって、そのかなり全身を使って首を上げ下げして、で主戦のね森一馬騎手が入念に毎回乗るんですけど、そういう意味でその精神面が多分安定してきていて、多分昨年のね秋ぐらいからその道悪の場は苦手だったんですけど、以前ちょっと雨で少しでも当たるともう焼けさせていたっていう馬が、道悪でも実績残すようになってきていて、そういうのがやはりその前向きさというか年はだいぶ重ねてるんですけど、その競走馬としてのその安定感っていうところが備わってきたので、そういう点からはねやっぱり走り見ても今回もかなり前向きに走っているので、ラインスピリットの、ね、自力が強化されたっていうところはね感じられますね、これ随分ベテランの馬ですけど、まだちょっとこうなんてそういった意味では、いや警戒はね必要、むしろ心身というか体と心が両方高いレベルに今来ていると言える一頭だと思いますね。心境は望めたことですね、レッドアンシェルとかどうですかね、この馬も結構どちらかというとやっぱ全身規制が強くてっていうような感じを、調教から受けますけどね、そうですね、かなりね
調教からまあかなり動くタイプで、時計はね、まあ毎回出るので、まあ時計だけでそんなにね、評価を上げ下げしなくてもいい馬なんですけど、僕はね、の印象だと、やっぱりゴール前になると、ちょっとね、後ろ足がね、鈍くなるというか、踏み込みが甘くなるので、実は坂のコースあんまり得意じゃないんじゃないかっていう仮説をちょっと立ててるんですよね。なるほど。半路の動きから見ると。なんで割と今回ね、あの前回ね、前走勝ってるの京都ですからね、意外と阪神はね勝ちきれてないんですよ。なるほど。っていうのをさっき気づいて、動きから見て、実際坂のコースどうなんだって調べてみたら、意外と勝ちきってないの阪神だなと思って、と思ったんですけど、よく見えました、やっぱ。いやまあ確かに、言われてみればそんな気もするんやけども、ただまあやっぱり前走に関してはすごく距離がはまったなっていう印象があったので、一見その強さにね、まあ、ちょっと騙されそうにはなるんですよね。戦には確かにそうですね、いいかもしれないですよね。思ったより楽についていけてましたしね。そのまま騙されてしまった方がいいのか、それとも、ね、いや、まあ、気づかなきゃよかったと思うかもしれない。最初にやったようにもしかしたらね、まあ、割とこの、このレース結果がね、まあ、答えなのかなっていう感じはしますね。今後のね、はい、ジェットアンシェルの育成は握ってそうですね。占うという意味でもちょっと注目したいかもしれないですよね。はい、はい、まあコースではね、ビップライブリーしかやってないんですよね。これ結構長めからね、やってるんですけど、割と清水厩舎は、はい、まあ、時計を出す厩舎なので、はい、はい、まあ2週連続ね、マッシーウッドで77秒台っていうのは、はい、かなり早いですね。まあ、なかなか、はい、なかなか他の厩舎出さないですけども、はいはいはい、まあみっちりこう負荷をかけてる、まあ、印象はもちろんありますし、まあ今週もね結構道中から厳しいラップを刻んだ割には最後まで頑張っていたので、まあ、前回、まあ、実際中山で結果出してますけどね、その好調をまずキープできてるのかなっていうような印象はありますけどね、まあ、いずれにせよ、まあ、アレス・バローズも7歳ですし、ラインスピリットも8歳ですし、ビップライブリーも6歳なんで、意外と高齢馬が元気だなっていう、確かに、のはちょっと感じますね。そんなに、しかもなんかね、あの力むとこそんなになかったと思うんですよね。そう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 、結構反路とかで見てると、まあ、やっぱりその難しさとか感じてる馬だったんですけど、意外とこういうびっしりやった方が気分よく走れていいのかもしれないですね。割と直結するのかもわかんないですね、コースでびっしりと やった方が実績には。まあ、あとはね、まあ、関東ではまだ西武構成とかが起きてないんですか。はいはいはい、人気を集めそうな高松宮城県上位馬も、そうですね、この辺もちょっと情報もじゃあチェックしてっていう感じになりますけど、はい、まあ、どうですかね、まあ、競馬、夏競馬でまあこう推移してきた感じますけど、なんかね、あの稽古の動きからでも何ていうんですかね、こう個性が見えてきたり、ね、そうですね、はい、心境を示す馬がいったり、ちょっとなかなかレース的には面白いかなという感じがしますね、ぜひぜひ注目していただきたいかなと思いますが、はい、あとは天気がちょっと気になりますね。あ、そうですね、ちょっと雨なんですかね、なるべくいい天気でやりたいかなという感じがしますが、はい、じゃあ今回はこの辺でじゃあ締めさせていただきます、はい、ありがとうございました。